今日はですねキャンプに来てるんで、ちょっとここでキャンプのコーデ動画、ちょっとわざわざお洋服持ってきたんでちょっとやってみます。とりあえず乾杯。それでは行きます、スタート。まあ最初がこんな感じではい、これ最初、まあこれは着てった服ですね。まあいつもこのレッドウィングのブーツ、スウェードのブーツを履いてるんですけど、まああとデニムと古着のボーンズの T シャツ、やれやれ T シャツ。まあもうね、上下ともやれやれなんで、こういうのがもうほんと汚れも気にしなくていいから、まあキャンプに向いてるかなと。まあでも古着とかがね、好きな人とかだと全般的にそういうのには向いてるかなと思うんで、まあそういった意味でもやっぱ古着はいいのかな。まあこういうふうにこうやっぱメガネとサングラスとかはこう絶対持ってきますね。そう、運転する時とかにも必要ですし、まあ普通に眩しいですよね夏は。そう、冬はあのニットキャップとかで、夏はこういうキャップが多いかな。じゃあ次、はい、でこれが次はオーバーオールですね。オーバーオールもね、やっぱこうキャンプ向きというか、そうやっぱね、こういう風にこういい感じのね、こうサックスブルーというか青に落ちてるこうデニムの色とこういうスウェードの色って合うんですよね。まあこれとこのブーツ着てればね、上はもうなんかタンクトップでもいいし T シャツでもいいしみたいな感じで、オーバーオールね、あのかなりずっと着てますね僕は。あの20代ぐらいからもうずっと着てるんじゃないかな。仕事の時はちょっと着づらいんですけど、あとトイレに行きづらいっていうね。そう、キャンプの時それが問題なんだよな。すごいね、なんか雰囲気いいんだけどトイレに行きづらい。夏仕様このニットキャップもね、こうカーキ色のニットですね。そう、これグローブして、あと結構なんかニットキャップって夏にね、夏だったら普通暑いかなと思うんですけど、結構暑い夏にニットキャップってかっこいいと思うんですよ。半袖とか短パンにニットキャップね。そう、これなんてもう本当に全身ミリタリー。これ結構こう軍物とかのアイテムもやっぱヴィンテージって多いんで、この上のシャツなんかも、まあ襟とかもこれね、ちょっと切ってるんですよ。襟ない状態にちょっとこう縫製してあって、あのカットオフしてますね、裾も。で、このほつれてる具合をわざと出して、で、さらにこのカーキのベスト、これネイバーフットかな、ネイバーフットのなんかなんだろう、ハンティングベストみたいな、ハンティングではないのかな、そういう観葉植物みたいな
LINE も ね、なんかネイバーさんとかやってて、 それのアイテムかな。こんなキャンプ、まあ正直こんな人は周りにいないですけどね、こんな格好してる人は。でこれパンツはショートパンツ、あのグラミチのパンツですね。ただまったりしに行くんですよ、キャンプは。まあこんなね、服変えて撮影してる人いないから、ちょっと見られてましたね、正直。隣のキャンパーさんにはそう、それでもやっぱやってみたいことはやるっていうね。で、これはデニムベスト、お決まりのデニムベスト。まあこれなんかも見ても思うんですけど、でも僕普段着とキャンプの時の格好はやっぱ変わんないですよね。一緒だもん、これ本当に。チャレンジャーのコーデ、よれチャレンジャー、これだいぶ味出てるよね。そう、これいい味出てきてますね。ワッペンのちょっとほつれ具合になってきて、大きい。なんかこういったキャンプコーデもいいんじゃないかな。キャンプコーデで多分検索したら、もういわゆるもっとこうね、キャンプをしやすいよみたいな格好は、このスノーピークとかそのキャンプのメーカーのブランドの服とか多分いっぱい出てくると思う。こういうヴィンテージの服でなんかやったりするのもやっぱいいですよね。山にも合う。オッケー。なんでこれ作ってる。ウイスキーの。このシーバスリーガルみたいな水ならっていうあのウイスキーにハマって。これパンツもできるんですね。次は最後ね。いつもって言うの、これバイク乗る格好でもある。短パンね。ああ、これなんかはちょっと短パン。少しキャンプっぽいのかな。靴がもうそれ用って感じ。そう、なんか山登る時かなんか用に買ったのかな。こういうのもね。ノースペースの。ちょっとこれはキャンプっぽいよね。ほら、こういうノースペース。なんか今見ると色白、白いな、この時はまだ。夏前だったな。このベストはあのカーハートのダック地のベストで。なんかね、こうオフホワイトっぽいような色で着てるらしいんですよ。これパンツのおもちゃみたいなメガネ、サングラス。バンズのサングラス。こういうのがね、バンズのサングラスもなんか軽くておもちゃみたいでめちゃくちゃ使いやすいですよね。もう多分5本ぐらいなくしてきてると思う。ビーチでなくして、釣りでも2個ぐらい吹っ飛ばしましたね。それでも気にならないプライス。そういうのもひっくるめてみるか。なんかね、こういうレジャーに来ていいサングラスなくして大騒ぎしたくないじゃないですか。だからそういう時はね、いいんですよ。休みの。
この T シャツのやれやれ具合いいな。アスで買ったアイアンクロス。これハーフパンツ、アイアンクロスの今日も履いてるって意味だ。チキーン。このパンツもね、すごいね、僕初めて見た時なんて秀逸なんだろうって思いました。なんか多分オリジナルでアスさんが出したと思ったんですけど、こういうアイテムあったらいいのにっていうのが作られてるっていうのかな。アイアンクロスってなんかちょっと憧れるんですけど、アイテムでなんかそんなにね、こう柄とか T シャツとかでもあるのって なくて、あると結構高かったりはするんですけど、このなんていうんだろう、このアイアンクロスの柄の大きさ、チェックにも見えるぐらいの大きさと、こういうのもね、さすがですよね。そう、なかなか今言ってますね。ずっとつけてるわけにいかないから。そう、半袖にグローブってかっこいいと思ってるんですよね。いいよね。なんかその矛盾してる感じが良くないですか。矛盾してないか別に。なんかこう作業っぽい感じとかバイカーっぽい感じとかね、そういうのがあるけど、まあ本来だったら長袖とかで着れたら普通なんだろう。半袖で手だけグローブしてるとなんかかっこいい。シャツはお気に入り。このシャツもね、すごい可愛いですよ。 L シャツなんですけど、ピスタチオみたいな、あの中目黒のジャンティーグル感じですね。こういう形も、これ面白いですよね。チェックの柄がなんていうんだ、この草色というか黄緑のやれた色とブラウン、これはジャンティークで買いました。そして靴ブラウンでパンツオリーブみたいな、もう2色みたいなね、全身ピスタチオ。そう、寝るシャツもね、やっぱの買い物するときすごい大量に積まれてたりとか、すごい大量にラックにかかってるから、なんかこう可愛いってい こう自分がこういうのが好きっていうものをしっかり持ってないと、途中でなんかどれが可愛いとかかっこいいなのか分かんなくなるんじゃないかですね。そして買わないって、もう分かんないから買わない。最近分かってきたんですよ。ザーって見てパッと目に入ったもの、最初そのファーストインプレッションを大事にするっていうね。終わっちゃった。こういう違うシチュエーションでコーデとか組んだりとかするのもちょっと面白いなと思って。青山にお店があって、ちょっと都会なイメージとキャンプの自然なイメージとっていう、その振り幅の中で同じ服着てるっていうのも面白いし、なんか年代は変えれないですけど場所は変えれるじゃないですか。だからね、ちょっと計画してるんですよね。ちょっとあの来年アメリカに行く予定が、予定というかあるので、そのアメリカの背景で1週間コーデをしてみたりとかね。まあ僕が持ってるアイテムはもともとあっちにあったものなんで、あっちに帰還させて着れば多分僕自身が浮くんだろうな。どうですこのスノードーム。ヴィンテージのスノードーム、これディズニーのやつだっけね。かわいいですよねスノードーム。このスノードームね、オルゴールになってるんですよ。
これ聞かせてたら子供眠るんじゃない、このゼンマイネジの終わりと同時にこうってなんじゃないかなっていう。可愛いよな、うん、ここの色がいいね。これラメ入ってんの？なんか10枚ぐらいしか入ってないんだけど。そんなことある？ゴミ。